京都交通舞鶴営業所京都交通株式会社は京都府北部でバスを運行する事業者である本社及び登記上の本店は大阪府大阪市淀川区の中北一丁目2番15号舞鶴営業所は京都府舞鶴市大技北正寺新宮1048番地27会社構成法により構成手続き中のバス事業者京都交通から 舞鶴市社の営業を譲り受けるために日本交通の子会社として設立された。2006年3月21日には舞鶴市の北工業団地内に本社機能を持たせた事務所と車両整備工場が新設された。全営業所が京都ナンバーである京都交通の高速バスシルフィード号品川バスターミナルにて 当社の収益の柱となっており、JR 西日本の北近畿特急よりも安価で早いことが特徴。近距離ながら三列シート車を投入するなど、快適性が高いことも特徴である。詳細な運行案内及び、発見業務、共同運行に関する事項は、当該記事及び、外部リンクの京都交通サイトを参照のこと。路線バス詳細な運行案内は、 外部リンクの京都交通サイトを参照のこと。旧京都交通時代は、日野自動車制と三菱不走制がメインだったが、新会社移行後は飛行グループ他社と同様、高速バス、貸切バスは三菱不走制、一般路線車は三菱不走制と日の DS を主に導入している。京都交通の車両には、各営業所別に車両無線番号が割り振られている。これは飛行グループ。 近畿地区各社共通である。転属を行った場合は、無線機の番号も変更される。ありがとうございます。